日英で次期戦闘機開発を進める中、最新動画を公開しているとの情報をキャッチしました。今回は開発で最新動画での内容を詳しく見ていきます。F-35 戦闘機を超えるのは当然として、無人機や小型ドローンなども掌握できる機体になると感じます。次期 XF-9 も見たい。2022年12月に、日本とイギリスとイタリアとの3カ国での共同開発が、正式なアナウンスを行った次期戦闘機の開発は、GACP、グローバルコンバットエアプログラムとの計画名も明かされ、本格的なフェーズへ入っている。すでに、2021年の終盤頃までに、当時は、この GACP、グローバルコンバットエアプログラムという計画名称は、未定だったとはいえ、日本とイギリスとの間での機関部やアビオニクス類の協業関係は顕在化していたことが明かされていた。それでも、ことに、その対象が戦闘機というケースでは、これまでの太平洋戦争後の日本は、アメリカという唯一の軍事同盟国との協調を最大の前提としており、キレは、もはや、自明の利とでも形容すべき分野であった。そのため、今後開発される次期戦闘機が代替する対象機である F2 戦闘機についても、現、ロッキード・マーチン社が擁する F-16 ファイティング・ファルコンをベースに開発を行った機体であり、同社の技術供与は揺るがないと見る向きが多数を占めていた。また、一部には F2 戦闘機の時に、最大の懸念点として、その現、ロッキード・マーチン社との共同開発が行われた原因とめされた機関部の重国産化について、IHI 社製の試作機 XF-91 が、2018年に、防衛装備庁への納入を果たしたことから、悲願の重国産化を支持する声も聞かれた。しかし、今や、自国の技術のみで、新型の戦闘機開発を遂行できるだけの基盤を確保することや、軽く、超単位の開発費が想定される時代にあっては、個人的には、日本が、次期戦闘機開発を準国産化で成し遂げることには、懐疑的な考えを持っていた。そのため、現行の F2 戦闘機でも、共同開発を行い、また、最新鋭の、いわゆる第5世代戦闘機タル F-35 ライトニングにも、日本は、総数で、これまでに、147機の調達を決定している状況からは、それを有するロッキード・マーチン社の、主体的な参画は、揺るがないと見ていた。しかし、個人的なそうした推察は、大きく外れ、日本は、F2 戦闘機の代替機を、GACP、グローバルコンバットエアプログラムにて調達する方向に舵を切り、ロッキード・マーチン社は、それらに随伴する無人航空機等の分野への関与に止まる方向とめされている。ここ近年の航空自衛隊での採用された戦闘機の変遷を思い返してみても、F4 ファントム、F15 イーグルが、アメリカ製の機体のライセンス生産、F2 戦闘機が共同開発、F-35 ライトニング2が、完成品の購入、及び、国内での最終組み立てと、アメリカ依存の傾向は、揺るぎなかった。ことに、いわゆる第5世代戦闘機として、西側諸国での市場を事実上独占している、ロッキード・マーチン社は、アメリカ空軍専用の F-2 にラプター、アメリカの同盟国や、それに類する国々に、F-35 ライトニング2を供給して、その地位を盤石のものとしている感もあった。アメリカ空軍の次世代戦闘機開発計画として、NGAD、ニュージェネレーションエアドミナンスも本格始動することが打ち出されているが、ここでの開発主体も、やはり、ロッキード・マーチン社が優位性を発揮すると思われる。ちなみに、日本、イギリス・イタリアによる GACP、グローバルコンバットエアプログラムも、アメリカ空軍による NGAD、ニュージェネレーションエアドミナンスも、
計画名からも伺えるように、戦闘機単体での開発は施行していない。その計画の中に、有人戦闘機の機体開発という内容は含まれてはいるものの、合わせて、それらが完成し、追販をさせる無人航空機を含めた航空システムの構築を目的としており、有人戦闘機はツールの一つという形に位置づけられている。そのため、ロッキード・マーチン社も GACP、グローバル・コンバット・エア・プログラムにおける無人航空機の分野に対する関与は継続する方針であると見さされており、今後の続報が待たれることは言うまでもない。さて、日本、イギリス、イタリアによる GACP、グローバルコンバットエアプログラムだが、公式な進捗についての情報は、2022年末の共同開発の各国政府下の公表以来、かなり少ないことは否定できない。一時期は、GACP、グローバルコンバットエアプログラムにおける、日本、イギリス、イタリアの3カ国の開発費用の安分比率が、2:1になるとの観測も、イギリスのロイター等で報じられたこともあったが、イタリアによってすぐに否定された。また、GACP、グローバルコンバットエアプログラム開発の主体を担う拠点を、イギリスのロンドンに置き、専用のベンチャー企業を通じて開発自体を行うとの報道も見受けられたが、その後の追加情報もあまり見当たらない。そんな中で、この202年6月13日に GACP、グローバルコンバットエアプログラムに向けた機関部開発についての情報を、イギリスで同プロジェクトの主管を担う BAE システムズ社が、わずか30秒強の映像であるが、YouTube 等に公開した。映像に収められていた機関部は、静止画像等もなく、ほんのわずかしか視認することはできないが、IHI 社が防衛装備庁に納入した試作機である XF91 とは別物であるように見え、 BAE システムズ社が主体的に開発を進めているもののように感じられた。今回の情報によれば、 BAE システムズ社が機関部以外にも搭乗者の緊急脱出装置や2027年までに実証機の製作を行うことを表明しており、このタイミングでのこうした内容のアナウンスが何を目的としているのかは判断がつきかねた。ちなみに GACP、 グローバルコンバットエアプログラムに関しては、イギリスは機体本体や全体の統括を BAE システムズ社が、機関部をロールス・ロイス社が、アビオニクス類をレイナル UK 社が担当する体制となっている。日本の場合は機体本体や全体の統括を三菱重工業社、機関部を IHI 社、アビオニクス類を三菱電機社が担当。イタリアの場合は機体本体や全体の統括、さらにアビオニクス類をレオナルド社、機関部をアビオエアロ社が担当することが表明されている。 GACP、 グローバルコンバットエアプログラムは、その大元ともいえるテンペスト計画では、イギリス、イタリア、スウェーデンの参加で推進されていたが、今後は、スウェーデンも、再びこれに加わる、可能性も指摘され始めている。もともとのテンペスト計画と同様に、GACP、グローバルコンバットエアプログラムも、いわゆる次世代戦闘機本体の開発も包括していることから、それは、いわゆる第6世代戦闘機の開発を目指すプロジェクトであるとの認識も多かった。しかし、日本の次世代戦闘機開発に対する技術供与から、かなりあっさりとロッキード・マーチン社が身を引いた理由の一つには、それらはアメリカ側が志向する、いわゆる第6世代戦闘機の資質を備えていないと判断されたためとも言われている。こうしたいわゆる第0世代という区分そのものが、
実際に生産された機体の特性を鑑みて、後付けで分類する性格のものであることは事実で、そもそも、第6世代機の要件は、さらに高度な機体自体のステルス性、追搬区人航空機の完成、高度なネットワーク化などが指摘されてはいる。しかし、これらの要件自体も、いわゆる第5世代機の F-35 ライトニング2でも、今後のアップデート次第で、十分にカバー可能な能力とも思え、あながち、アメリカ側が、GACP、グローバルコンバットエアプログラムを次世代と見ささないという見方も、的外れとは言えない気もする。それでも、いわゆる第4世代戦闘機の走りとして、アメリカが開発した、F-15 イーグルや F-16 ファイティングファルコンの最新型が、限定的な、ステルス性能や飛躍的に強化された、アビオニクス類の装備で、第 4.5 世代と評されている事実は、示唆的に思える。すなわち、GACP、グローバルコンバットエアプログラムでは、F-35 ライトニング2の生産にも、大きな関与を果たした BAE システムズ社が、主体的な役割を担うことで、少なくとも、それを 5.5 世代相当の機体に仕上げる可能性は高いのではないだろうか。それが実現されれば、今の F-35 ライトニング2では困難だった、日本やイギリスやイタリアが、自由に、自国の必要性に照らして、回収を行う自由度は増し、実際に、完全に次世代機となる機体については、再度、アメリカからの調達も、今後検討する余地を残せば良いのではとも感じる。